相撲は、タタが1994年から2019年にかけて製造販売していた SUV である。1994年、軍事用及びオフロード輸送用を主要都として設計された10人乗りの後輪駆動 SUV として発売。1997年以前に10万台以上が販売され大きな成功を収めた。背面タタテルコラインのタタ X に、 オディオンフレームプラットフォームをベースに強化、再設計したリアアクスルを持ち、オフロードに適応する。四輪駆動はパートタイム式。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーンにトーションバー。リアはソールズベリー型固定軸にテーパーリーフスプリングでアンチロールバーを装備。ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク。リアは自動調整式ドラム。インド国内では 民間向けには、高輪駆動仕様が販売され、四輪駆動は、事業用と、インド軍向けである。輸出市場では、4WD 仕様、2WD 仕様とも並行して販売されていた。相撲登場以前は、インド市場は停滞しており、同じクラスの最新の車両は、主にオリジナルのイリスジープから派生したマヒンドラマヒンドラ車で、相撲は、リリース後すぐに、 インドのユーティリティ自動車市場の主要なセグメントを獲得した。社名はタタモーターズの元 MD であるスマントムールガオカーに由来。エンジンはテルコラインと同じ。タタがライセンス生産する2.0リットルの4気筒自然吸気ディーゼルプジョー XD88 はシリンダーごとにバルブ、間接噴射で63馬力を発揮する。ギアボックスは G765 速マニュアル。1996年、より洗練された新しいデラックスバージョンに改良された。1998年、輸出向けに、プジョー XD88 2.0ディーゼルエンジンのターボ仕様を発表。新しいエンジンは、ユーロに適合で、出力は92割期。2001年には 2.0TD エンジンを搭載した。 スモーデラックスターボがインドに導入された。ただ、スモースパシオと呼ばれる改良版が2000年に発売。主な変更点は、パワートレインで小型商用車たた407に使われる新しい 2956cc 直接噴射自然吸気ディーゼルエンジンを導入。旧スモーより長いホイールベースを持つスパシオは異なるトランスミッションリアアクスル。 タイヤで特に燃費の改善を図っている。外観上は飾り気のないことに加えて旧型との顕著な違いはヘッドランプが長方形ではなく丸型なことである。スパシオ ST と呼ばれるソフトトップバージョンも農村市場向けに導入された。ST は 4WD 版も設定する。スパシオの導入後も旧型相撲の生産は引き続き行われた。価格は スパシオより高く2.0リットルの自然吸気及びターボエンジンを搭載。実のところ、スパシオは急相撲の廉価版を意味している。2007年初頭、スパシオゴールドプラスを発売。4SP 系の3-0ターボエンジンを搭載し、70馬力 3000rpm の出力と223ナノメートル 2200rpm のトルクを発揮する。 スモビクタターボ DI2004 年発売。スモビクタは、スモースパシオの改良版である。全車タコメーター、多機能、インストルメントパネル、パワーステアリング、4ドアパワーウィンドウ、キーレスエントリー、その他の快適機能を備える。2007年後半、改良版のスモビクタターボ DI が発売された。パワートレインは、スモースパシオから、ボディスタイルとインテリアは、 スモービクタから引き継がれ、そのため、スペアタイヤはテールゲートから車両下に移された。7人乗りと9人乗りのバリエーションがある。2011年11月、スモーゴールドを発売。スモービクタのフェイスリフト版で D コーと呼ばれる 3.0CR44、気筒ディーゼルを搭載。コモンレール直噴、16バルブで85馬力、トルク250ナノメートル。 旧型のコモンレールなし3.0直噴ディーゼルターボもラインナップに残る。インテリアはファブリック、エアコンのコントロール、インストルメントが新しくなった。機械的にはブレーキシステムが改善され、新しいショックアブソーバーにより乗り味の硬さが和らげられた。2013年10月に最後のマイナーチェンジ。CD と MP3 対応のラジオ。 デュアルゾーンエアコンを搭載。新ボディカラーを設定。ステッカーが新しくなった。2019年4月に生産終了。2008タタスモーグランデ2008年1月10日、スモーグランデを発売。新しい 2.2D ココモンレールディーゼルエンジンを搭載。スモの成功にちなんで名付けられた。タタ製品の中では、サファリの下に位置する。スモは、 タタモーターズのマネージングディレクターであったスマントムールが丘に由来する。ありがとうございます。